はい、えー、皆さんこんにちは現代文の福田です、えー、これから皆さんと一緒に現代文を勉強していきますよろしくお願いしますで、えー、まず最初にね、えー、現代文何をやっていけばいいのかな で、ね、先生現代文ってどんな勉強したらいいんですかよく聞かれますね、えー、もちろんいろんなこと勉強していくんですけど一番最初はねやはり言葉を勉強していきたいと思いますね、えー、現代文評論文に出てくる難しい言葉を征服していくとタイバーの文章っていうのが読めてきますねまあ、英語でもほら単語がねわからないとちょっと何言ってるかわかんないってことになっちゃいます ね、えー、ちょっとこちらをご覧くださいねえ難、ー、関、まあ、大学の入試問題を、えー、少し用意してみました、ね、実際にに言葉自体が入試問題に出てます、ねはい、で、えー、ちょっとお例えばこの最初の問題ねえー、もうさも,もちろん選択肢にはこちら客観的だとか相対的合理的必然的なんて難しい言葉も出てるし。 文書にも自由主義とか、イデオロギーとか、ね、えー、あるいはあ、政治的な作業仮説とか、ね、えー、また、あのお、こちらの左側の問題見てもらうと、ね、えー、問題、文書、問題の中にも、保守主義であるとか、ね、あるいは、あこちら社、自由主義、社会、民主主義、社会主義とか、あるいは、あ求心性、ね、それから選択肢にも、 絶対主義、あそれか社会主義ね、もちろん個人主義やロマン主義といったあ難しい言葉がねいっぱい出てきてます。こういうものがね一つ一つわからないとなかなか難しいですね、えー。これを皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。いいですね。はい、えー、こちらの問題からやっていきたいと思いますね、えー。右側の問題ね、ことを言葉にする作業のことを考えてみる。 で外界の者がそれぞれ名前を持っていてそれを知りさえすれば簡単にな指せるのに対して形がないことを言葉で言い表すのはいつも容易なこととは限らない形がないというところに防線が引っ張られてますで、えー、これをあ防線部の意味に最も近い言葉を次の中から選べ選択肢は形象形態学、形字化形式主義、形字上ね えー、この中でまあとにかくね入試問題によく出てくる言葉は刑刑刑事事事上、上特にこの刑事上です、ね、今回まあ実際これが問題の答えになってるんですけど例えば、えー、この左側の問題見てください、ねえー、選択肢、ねえー「刑事上学的」っていう言葉。 これちななみに早稲田の問題なんですけどね、はい、えこういうふうにあのすごく入手問題によく出てくる言葉、ね、えもちろん意味がわからなかったらあもう問題できませんね、はい、ちょっと選択肢、えー、今のじゃあ刑事上刑事下に関してちょっとご説明していきましょうね。刑事上。 ね、えー、この真ん中の文字が分かりにくいです。ね、形上ってのは分かりますけどこの真ん中の文字は「の」と読んでみましょう、ね、そうすると形のの上にあるもの、ね、これねもともとはメタフィシックという、えーまあ、ギリシャのね、えーまあ、アリストテレスが書いた本のタイトルに由来されてるんですけどフィジックをメタっていうのは超えるもの。 メタフィジック、フィジックを超えるものって意味ですじゃあフィジックって何かなね。皆さんね、えー、これはあ英語なんかでもね、えー、まあ勉強したことがあると思うフィジック、フィジカルっていうのは物質的とか肉体的って意味だよねそうするとこの物質的とか肉体的なものをメタ、超えるということでこれ、フィジ、えー、刑事上ってのはもともとは今言ったメタ、これ超える ちょっとあれだね超えるフィジックこれは物質とか肉体肉体を物質や肉体を超える、ね、形あるもの形あるものっていうのがフィジックですねこれフィジックだから形あるものの上にある。 ねえー、物質的なものや肉体的なものの上にあるものというとやはり目に見えないもの精神的なものちょっと難しい言葉で言えば観念的なもの観念というのは頭の中だけに存在するもの自由とか、ね、愛とか正義とか、ね、こういったようなものは形事上メタフィジックと考えていいです。 ちなみにさっきこれもともとはアリストテレスの本のタイトルだって言いましたけどアリストテレスの本のタイトルだけを見てこんなことをみんなが言い出したんです本当はその本の中身は全然違うこと書いてあったんだね誰も誰もその本の中身を見ないでタイトルだけでこんな言葉を使い始めました反対語は形あるものの上の反対もこれはもちろん形あるものにしないといけないけど ちょっっと刑事上の反対が形って格好悪いですよねそこでちょっとおかしいんだけど、えー、形の下、うん、だいいぶおかしいね <laughs> 形あるものが形の下のものなわけないんだけどまあこちら右側が形上って言ってるんで左側を、まあ、反対の言葉を形自家ということはつまりこれはイコールね物質や肉体のもの世界物質やね 肉体といった現実に目に見える存在しているものの世界これが刑事家だよ、ね、まあ特にあのギリシャの哲学なんかそういう二元論的ってこういうふうに世界をつに分けてものを説明する、ねえー、結構こういうことが多いと思います。じゃあ実際今のこの右側の問題見てみると「形がないことを言葉で表す」ですから形がないものは「刑事上」ね。 5本を選びますはい同じように例えばこれ早稲田の問題左側の早稲田の問題見てみるとそれは自分の運命あらかじめ決まってるんじゃないかという不安それは人間が人間であることの証であるべき自由とは遺伝子情報に関する夢中への原因に過ぎなかったのではないかなんて書いてありますけど一言で言えば自分の運命はあらかじめ決まってるんじゃないか自由なんて存在してないんじゃないのか。 ねえー、人間っていうのは生まれつきの遺伝子で全てまあその、ね、未来将来が決まってるんじゃないのかっていうような不,不安これはもちろん目に見える不安ですか目に見える不安っていうのは例えばああもうこのままでいくとお金がどんどんなくなっていってご飯が食べられなくなってくるというような不安じゃないですよね。私たち人間っっててていいううううののはは本当自自由なんだろうか自由なななんんんだだろろかか存在するんだろうかっていう不安なので 経時上、学的。学っていうのが入ると当然あの目に見えないもの観念について考える学問ですから哲学というふうに言い換えてもいいですけど哲学的な不安というふうに言い換えてもいいけどまあ一と言で言えば形のないもの目に見えないもの頭の中の観念的なものに対する不安だと考えて答えは一番でいいよね。以上です。